く怒られてます。親しくなかったら怒られもしませんか。カリちゃん、グッジョブ。コトブキさん、強くなりましたね。はい、ちょっと疲れちゃいました。変わろうとするっていうのは難しいですね。芯が強くて優しい子なんですよ。武術も達者で。いいわよね、このスタイル。引き締まってて
何より胸が大きい。なそんなおっさんみたいな目で見ないでください。この子はもっと高貴な子なんです。いやいや、みんなそういう目で見てるってねえ花咲くん。あと20年経てば。芥川さん、ちょっと黙っててくれます。知らぬ息を。怖いな。どうなさったんですか？喧嘩ですか？ひかりちゃん、聞いてください。少年漫画のヒロインなんて綺麗で可愛い子はみんなエッチな目で見られてるわよね。彼女が美しいっていうのはストーリー上の設定なんです。他にもたくさんの意味があるんです。ことぶきさんは読書家なので分かりますよね。いっぺんに言われても分からないです。だから一人ずつ喋ってください。先輩、ちょっといいですか？ありがとうございます。